アルフェン、何かまた思い出したのか。いや、だがこの星船には見覚えがある。間違いない。これに乗って俺はレニスを脱出したんだ。300年経ってもしっかり動くようだ。中を見てこよう。すごいな、本当に壊れてないなんて。過去と今がつながった。俺は確かに過去から来たんだな。私たちがいるよアルフェン。それにあんたに助けられた大勢の人々もな。その通りだ。誰かが簡単に他の者の代わりになれるなどというつもりはないが、お前は一人ではないぞ。ああ、ありがとう。そうですか。うん、損傷も劣化もなさそうだ。ただ長いこと休眠状態になっていたせいで、発信できるようになるにはしばらくかかりそうだ。しばらくってどのくらい？機械いじりは専門外でね、正確なところは断言しかねる。ここに来て待ちかよ。待つの苦手なんだよな俺。子供なんだから。あ、でもさ、だったら今のうちに準備とかしておけばいいんじゃない？確かに、レネギスからすぐ戻れるという保証もない。リンウェルの言う通り、備えは万全にしておくに越したことはない。あまり留守が長いと解放してきた国の様子も気になりそうだぜ。寸刻を惜しんで先を急ぐか、孝子の憂いを断つか、どうするかはアルフェン、君に任せよ。わかった。なんだか不思議な気分だよな。何が？だってよ、この戦いを始めた時レネギスに行くなんて想像できたか？それも親父のやってることに反発してた俺がだぜ。ジルファが聞いたら驚くだろうな。案外呆れたかもよ。我々は300年続いた体制に挑んでいるのだ。いずれレネギスとことを構えるのは想定内だったはずだが。あなたと違って私たちは一度もレネギスを訪れたことがありませんから。シオンやデュオハリムには悪いが、俺たちは旅行に行くわけじゃない。分かっている。楽観はしていない。レネギス、そしてレナ本国がこれ以上ダナに干渉しないようにする。やはり戦いは避けられないのでしょうね。話し合うことはできないのかな。レネギスの連中とか？うん、私たちだってシオンやデュオハリムと仲良くなれたよね。私たちだけじゃない、メナンシアや他の国にだって。だったら何とも言えんな。過去の支配を当然と思っている者は多い。一度もダナに降りたことのない者もいる。果たして彼らがどう応じるか。血を流さずに済むに越したことはないが、くさびのこともある。最後は向こうの出方次第だ。だよな、また黙ってやられるわけにはいかないし。うん。それと例の赤い女もレネギスにいるかもしれない。とすればレナス・アルマもだ。レナス・アルマ、あれがあれば今度こそシオンは。
シオン？ええ、そうね。シオン、どこに行ったんだ。一人で離れるなんて。シオン、シオン、イバラ、これは。大丈夫か。今のイバラを巫女の力で抑えたように見えた。そんなことができたのか。そこをどいて。まさか一人で行くつもりなのか。黙って。なぜだ、どうして。黙ってって言ってるでしょ。嫌だ。本気よ。それでも嫌だ。もう一度だけ言うわ。どかないと撃つ。だったら死の子の言わずに撃て。私がボルラーンに斬られた時のこと覚えている？ああ、てっきり殺されたもんだと思った。あれが初めてじゃないわ。え？最初はまだ子供の頃、それ以来何度も。私は死ねないの。死ねない？不死身って意味か。そんな、まさか。本当だとして、なぜなんだ。なぜそんなことがありえるんだ。イバラよ、私であって私でない、私の一部。なぜかはわからないけど、それが私が死ぬのを許さないの。私が死ぬまで。死ぬまで死ねない。イバラが自由になるとき、私は死ぬの。見たのよ。何もかも飲み込んでしまう暗闇だけが残る、避けようのない破滅の未来。ただの夢じゃないかって言いたげね。私もうまく説明できない。でも私にはわかるの。だからこそレナス・アルマを使ってイバラを倒すんじゃなかったのか。中身を燃やしたら脆い器はどうなると思う。そう、どちらにしても私は死ぬ。
でも同じ死ぬならせめて茨を道連れにしてやろうと思った。これが私の本当の目的よ。それで同じレナ人を敵に回してまで俺たちと一緒に戦っていたのか。俺たちが生きるために戦っていた時、お前は死ぬために戦っていたんだ。そのはずだったのに。あなたたちと出会って私はいつの間にか死にたくなくなっていた。しよう、諦めることない。助かる方法を探せばいい。まだ時間はある。ダメな。なぜ破滅が私だけでなく本当は世界を覆うものだったから。うすうす感じてはいたわ。でも確信したのは赤い女が私から巫女の力を引き出した時。自分が今までその力で茨を抑えていたことを悟ったのよ。もうダメ。レネギスからくさびが来たから。私の中で茨が力を増すのを感じるから遠からず抑えきれなくなる日が来る。茨が世界を覆うか。だから一人で行こうとしたのか。一人でレナス・アルマを手に入れて茨と差し違えるために。そっか、あんまり、あんまりだよ。自分も他人もどうでもよかったはずなのに。エナもダナもどうでもよかったはずなのに。死ななきゃいけない。でも死にたくない。今になってこんな出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら。シオン、アルフェン、死ぬためにしか生きられない。奴隷みたいな生き方待ってたまるか。俺は嫌だ。誰が何と言おうと認めない。絶対に抗うんだ。最後まで戦うんだよ。自分でもそう言ったじゃないか。滅ぶかもしれないのに。シオンはどうしたい。決めるのはシオンだ。だがたとえシオンが戦わなくても俺は、俺だけでも運命と戦う。いや、アルフェンだけじゃない。俺も戦うぜ。私だってやるよ。憎しみじゃない支えになりたい。私もお前が一人ではないと言った言葉が偽りでないことを証明しなければな。みんな、それにまるきり望みがないわけでもあるまい。え？シオンは300年前の巫女の末裔だ。諸々を合わせて考えれば一連の出来事と茨が関わりある可能性は高い。レネギスに行き事態の真相を探ることは茨の正体を暴くことにもつながるかもしれない。差し違えずに茨を解く鍵が得られるかもしれないということか。可能性の話だ。だが王である君にも深く関わりあるはずだ。やるさ。故郷も何もかも失った。
失う気はない。少しのリグレットと罪を、笑うなら一緒に笑おう、泣くなら一緒に泣こう、みんなでだ、一人で泣く。誓ったまま時は過ぎ、痛む心に気がつかずに僕は一人になった。記憶の中でずっと二人は生きてゆける。君の声が今も胸に響くよ。少しだけ、もう少しだけ夢を見させてもらうことにするから、何より私もあなたたちともっと一緒にいたいから。行きましょう、レネギスに。気分は落ち着いたか？心配されてばかりね、私。みんなにもだわ。意地を張った挙句、心配かけてばかり。お互い様だ。初めて私を仲間だと言った時のこと、覚えている？どうだったかな。すまない、思い出せない。それだけ自然なことだったのね、あなたには。私は違った。ダナ人を見下しながら自分は一人、ずっと気を張り詰めていたところに言われたんだもの。正直驚き戸惑ったわ。炎の剣だってレナス・アルマの代わりか、せいぜいマスターコア集めの役に立ちそうだってくらいにしか思ってなかった。でもその後もあなたは檻に触れて、私やティオハリムを仲間と呼んだ。レナとかダナとか関係なく本気で心配してくれたわね。みんなも私を仲間だと、友達だと言ってくれた。そんなことは思ってもみなかった。死んでみんなと別れたくなかった。死なないことでみんなを死なせたくなかった。しよう。でもそれって自分のことしか考えてなかったのね。本心を口にしたとき、みんなの言葉を聞いたとき、それが分かった。大丈夫、もう死ぬことは考えていないわ。そう思うには大切なものができすぎたから。だから戦うわ、必死に戦って勝ち取る。世界と自分の未来を、自分のために世界を滅びさせたりはしない。長い戦いになる。ダナもレナもない。本当に誰もが安心して暮らせるようになるまで終わらないんだ。
最後まで俺はシオンのそばにいる。ありがとう。どんなに高い壁でも諦めなければ壊せる。俺たちは見てきたはずだ。ええ、信じるわ。